今ね、八幡へ来ましたんで、ちょっとね、流れ橋行ってみたいと思います。ちょっとね、この木津川に流れ橋って言って、大雨が降った時には、橋桁だけ残して橋がねこう流される仕組みになってる。まあ流されてるね、ワイヤーで繋がっててまだ復元できるっていうね橋なんですけど、たまにねひどい時にはね全部流されちゃって本当に壊れてね、また橋桁ごと直したりとかね、結構ね何年かに1回はね流されてしまって、本当にね結構長い期間修復してとかやってるんですよね。ただこの間のね西日本豪雨の時は大丈夫だったみたいなんですね。よく流されてるんですけど、この間は流されずにね住んでるみたいなんですよ。まあ最も橋で渡ることはできないんで、バイクではね歩行者とかね自転車しかね行けませんからね。あ、一応やっぱり止めとこうかな。ね、時代劇とかでもねロケ地使われるね流れ橋ですね。ちょっとここからだと距離がまだあるんでね見にくいと思うんですけど、ちょっと後でね行ってみたいと思います。さあちょっとね歩いて行ってみましょうか。ちょうどね、この下に見えるのがね
お茶の畑ですね、これ、茶畑。あ、見えてきましたね。バイク、自転車は押して渡ってください。流れ橋、あ、こっちにね。2、3年前にね、やっと治ったとこなんですよね。あ、流れて。で、去年、今年かな、またね、流されて、最近治ったところなんですよ。それで、この間のね、豪雨で、またね、流されそうになったみたいですけど、なんとか流されずに済んだみたいね。このユニットごとにね、多分流されてもこのロープ、ワイヤーでね結ばれてるんで大丈夫なようなんですが、今日はね金曜日、平日なんで誰もいないです。川の水もね、だいぶ引いてるから。時代劇でもね、こうよく使われるんですよね。こう近くで見るとね、こんなワイヤーがあったりあれなんですけど、遠くから多分ね撮影するのにね、まあ水戸黄門とか多分ね、助さん、格さん、黄門様ご一行がこう行くようなシーンとかね撮ってたんだと思います。今日は木津川が全然、もうあの辺ちょこっとしかないですね。下見るとね結構高いんですよ。この橋がね、水に埋まるぐらいまで水位がある時があるっていうのがすごいよね。この橋が流れるんだからね。さあ、やっと木津川のね、川が、水があるところまで来ましたね。
いい生、いい眺めですね。ちょっと橋の向こう側まで行ってみましょうか。近年では平成23年から26年にかけて4年連続流出、27年復旧時には橋面のかさ上げ、下部構の一部コンクリート構造化、今までより流れにくい構造に変更して復旧しています。全長 356.5m、 日本最大級の木造橋です。橋のね、下はこんな風に、下まで置いていってみましょうか。真ん中の橋がね、金属でちょっとかさ上げしたんで